生、ヤングオールナイト日本アーアユーレディーーは2011年1月29日と30日に日本武道館で行われたコンサートライブ2010年9月20日に放送された特別番組2010年11月13日から2011年3月19日まで放送していた番組である。もともと2つの番組は深夜番組という共通点こそあるが 強力なライバル関係にあった。日本放送では、1959年に、オールナイト日本の前身で、深夜番組の草分け的存在、オールナイトジョッキーを開始した。その8年後の1967年、それを発展する形で、オールナイト日本を開始した。口述の、生、ヤングと徹底的に違うのは、放送開始当初には、 アナウンサーやディレクターといった日本放送内部の人間を起用したことが挙げられる。当時誕生した中には、糸井五郎や斉藤康弘などがいる。1973年7月からは、タレントパーソナリティを起用。泉谷シュゲルや南公設、小福帝鶴子などが出演し、爆発的人気を得る。その後も今日に至るまで日本放送の看板となっている。 一方の文化放送では、オールナイトより2年遅れの1969年から、聖、ヤングを放送開始。1981年までの間、土井勝る、美野モンタ、吉田てるといった当時文化放送のアナウンサーのみならず、佐田雅史や谷村真嗣などといった人気パーソナリティを次々輩出した。その中から登場した佐田まさは、 1981年以降も、ナイトラブサダ・マサシの聖、ヤングとして、1994年までの間、文化放送の看板番組パーソナリティとして出演している。番組終了後、21世紀に入ってからも、聖、ヤングを冠として、聖、ヤング21や、聖、ヤングネクステージ、その他にも、同局のデジタルラジオインターネットラジオ、聴。 A&G でこの番組タイトルをもじった、セユー・ヤングが放送されるなど、文化放送の看板として今も語り継がれている。そんな中、2011年1月29日と30日に、2つの番組から様々な歌手が出演し、Are you ready? o u n ヤング・オールナイト日本コンサートが開かれる運びとなり、その呼び水的に番組が始まった。 また、還元本として、聖、ヤングオールナイト日本70年代深夜放送伝説という名の本も発行された。2010年9月20日の11時13時に生放送された特別番組。ただ、珍しいのは文化放送と日本放送の間で1時間ごとにリレー放送をした点である。首都圏では今まであまり見られなかった形態で放送された。 11時12時は文化放送で、時報をまたいで12時13時は日本放送で、それぞれ放送された。出演パーソナリティは、せい。ヤング組から佐田マサシと、谷村真嗣、オールナイト日本組から泉谷しげると、南公設であった。番組の最初は文化放送に4人が揃い、途中で泉谷と南が抜けて、せい。ヤングベースで、12時をまたいでしばらくは、 オールナイト日本ベースで放送され、途中でサダと谷村が日本放送で合流する流れとなっていた。2010年11月13日からは、全校の特別番組を発展させ、毎週土曜20時30分21時30分に、レギュラー放送。文化放送と日本放送で、30分ごとに、リレー放送をしていた。レギュラー番組で、つぼねをまたいで、 リレー放送した例は過去にない。サントリーフーズの商品、ごま麦茶が冠スポンサーとなっていたため、正式タイトルはサントリーごま麦茶プレゼンツ制。ヤングオールナイト日本アイユーレディー王だった。この他には東京ガスがスポンサーとなっていた。放送時間は20時30分21時は文化放送で、 時報をまたいで21時21時30分は日本放送でそれぞれ放送された。放送期間は2010年11月13日から2011年3月19日まで。出演パーソナリティは全校の特別番組に引き続き、聖、ヤング組から佐田マサと谷村真嗣、オールナイト日本組から泉谷茂と南公設。基本的に公設、 佐田コンビと泉谷谷村コンビが2週ずつ交代で担当。当初は11月6日から開始する予定だったが、プロ野球日本選手権シリーズ第6戦中継のため1周延期となった。出演者はいずれも同一放送日は同一パーソナリティ。基本的に前編、後編と構成されており、合わせて一番組となっていた。テーマソングは、 文化放送版はオープニングが夜明けが来る前にでエンディングがビタースイートサンバ。日本放送版はその逆であった。また CM 節目に挿入される短い音楽では文化放送版はセイ・ヤング番組クレジットオールナイト日本。日本放送版はその逆。また日本放送版は CM 明けにフィラーが10秒ほど入っていた。なお、 2月5日は、コンサートの模様を放送する特番を放送し、3月12日は2011年、東北地方太平洋沖地震に伴う緊急、報道特別番組で休止となった。これを前に、1月3日の13時15時に、日本放送でパーソナリティに、小福帝鶴光を迎え、日本放送新春特別番組、聖、ヤングオールナイト日本コンサートまで、 あと26日、Are you r e a d y、oh! の魅力。1月6日に、泉谷シュゲルのオールナイト日本ゴールド。1月11日の20時21時に、文化放送で、せヤングスペシャル谷村新司、バンバ、ヒロフミ天才、秀才、バカ、武道館まで待てない。が放送された。ありがとうございます。